日本徳島県小松島市小松島町神田瀬川。小松島町は徳島県小松島市の町名。郵便番号は郵便番号773-0001。人口は3678人。世帯数は1726世帯1月1日に公表された工事地下によれば小松島町阿佐北浜144番3の地点で43800円。 平方メートルとなっている。かつては、勝浦郡小松島町に属していた。小松島市の行政、商業の中心地として、港町として栄えてきたが、1985年に国鉄小松島線の全線廃止、さらに1993年に共同機船が運航していた小松島フェリーが廃止され、1999年には、 市内唯一の発着路として残った南海フェリーが撤退した。交通の要衝としての小松島の重要性は大きく、現じられたが、2006年には、徳島赤十字病院がこの地に新築移転し、医療を中心とした都市化が進んでいる。徳島赤十字病院、ありがとうございます。